先生どうですかうーん図書室では限界があるわねあとで最古の資料館の方にも当たってみるわお願いしますただ量が多いからやみくもに探すと時間がかかるかもしれないわねあそういえばモリーが図書室の幽霊は 魔法黄金期にルーナノバに入学した落ちこぼれ魔女だったって言ってました「魔法黄金期」ということは200年くらい前ねその辺りを重点的に調べてみるわ。